共愛学園前橋国際大学は、群馬県前橋市小屋原町1154-4に、本部を置く日本の私立大学である。1999年に設置された。大学の略称は共愛、全国。特待生制度が充実しており、大学基準協会の認証も得ている。情報、経営コースの見本、正明ゼミナールの学生が代々引き継ぎながら、運営する仮想企業。 マユミカエコは2005年から2008年にかけてバーチャルカンパニー全国大会を4連覇した。2010年度から全学生と教職員にアップルの iPod Touch を配布する。共愛学園前橋国際大学の前身は1988年に開学した共愛学園女子短期大学である。共愛学園女子短期大学を4年生大学に開祖するとともに、 男女共学化を図り、1999年に、共愛学園前橋国際大学が開学した。それに伴い、共愛学園女子短期大学は2000年に閉校した。共愛学園前橋国際大学を設置、運営する学校法人共愛学園では、法人の希少を制定している。この希少は、桜の花をモチーフとしており、中央に白の十字架があしらわれている。 学部付属機関毎年秋の学園祭は、シャロン祭と呼ばれている。シャロン祭当日のキャンパス周辺は、大勢の人手で賑わう。旧約聖書の宮美化や三美歌の文言にちなんで、共愛学園女子短期大学の学長だった、徳江健が命名した。共愛学園女子短期大学時代から開催されており、共愛学園前は四国際大学でも引き続き同じ、名称を使用している。 また、シャーロン祭以外にもフレッシュマンフェスタやクリスマス礼拝といった行事が行われている。キャンパスは前橋都市景観賞を受賞した。国内大学、ありがとうございます。